どうも、奥大輔です。このチャンネル、阪神タイガース応援チャンネルということで、阪神タイガースの試合を振り返っていろいろお話をしております。もう何から言ったらいいのか、もう本当にですね、喋ることがなくなってきましてですね、今日も負けて、これで借金16ですけど、もう数えるのもね、あれ、もう数えにくくなってくるぐらいでですね、借金16ですか。で、横浜スタジアムで3連敗っていうのがですね、15年ぶりということですね。それから、代打逆転満塁ホームランが出たのに負けたっていうのはですね、セリーグで初という、もう本当に不名誉な記録ばっかり積み重なっていくっていう、もう本当にそんな状態で、まあ、もちろんね、いろいろ、まあ、なんていうんですかね、不運なところもあるんかもしれませんけどね、コロナで選手抜けたりとか、でもそれは他の球団も全部そうですからね、別に阪神だけが、選手がいないわけじゃなくて、他も全部そうだし、今日はね、降雨コールドっていうことで、まあ、天にも見放されたかという感じですけども、今日は別に、もうはっきり言うて勝ててた試合ですね、今日も完全に。で、天候のこと頭に入れてたら、ああいう試合展開はね、試合運びは絶対しないはずなんですけど、これがですね、今日の一番の不思議な点なんですよね。もう今なんかすごいね、天気予報の精度も上がってですね、ピンポイントで分かるわけですよね。どのぐらい雨がね、何時間後にどのぐらい降るかとかですね、今強いけどこれはしばらくしたら止むとか分かるわけですよね。だから最近はもう、雨が降っててもですね、しばらくしたら晴れるっていう予報だったら、中断してもこうまったりですね。で、まあ、そんな結構当たりますよね。そんなもね、結構当たったりします。で、今日なんかはもう、予報はもう悪くなる一方だったわけですから、もう、試合当初よりかは、もう雨がどんどん強くなっていくっていう、そういう予報だったはずで、それはみんな分かってるしですね。そういった試合運びをしないといけないのにですね、それはもう全く今日は納得がいかないっていう感じですよね。はい。じゃあそこからね、ちょっとお話ししていこうかなと思うんですけども、先発が今日斉藤幸也投手ということで、まあこれはね、代役ですよね。今コロナで先発が抜けてますから、まあ誰かが先発せないかんということで、まあ代役で谷間みたいな、そんな感じですから、まあそこまでね、大きく期待は当然できないわけで、当然最初からですね、継投っていくのは、当然、こう、想定済みのはずですよね、今日はね。で、斉藤幸也投手と。で、まあ比較的ね、斉藤幸也投手、まだちょっといまいちね、一軍で、ローテーション守ってっていうのはきついかなと思うんですけど、要所要所ではね、ところどころいい球もあったりしてですね、そのいい球の割合を上げていけばですね、結構いいピッチングができてくるんちゃうやろうかっていう、そんな、まあ、感じの、まあ、確かにですね、こう開幕してからは何回も打たれてですね、なんであんな打たれんのに一軍置いとくんやろうってね、ずっと思ってたんですけど、まあ、今日、球見てるとですね、まあ、ちょっと一軍でね、ちょっと使ってみたい。くなるっていう気持ちはまあ分からなくもないですよね。まっすぐね、150以上のまっすぐがですね、コーナーにズバズバ決まりますしですね。あとはその落ちる球もありますよね。落ちる球があって、またカットボール、スライダーみたいな球もあって、で、今日はカーブなんかもですね、非常にこう効果的に使えてましたから、ちょっとまあ甘く入ったり浮いたりしたところをですね、こう打たれてっていうところですけれども、まあある程度コントロールがですね、狙ったところにまあ10球投げて7球か8球ぐらいは狙ったところに行くような感じになってくればですね、一つこうね、次のステップに行って大化けしそうな、そんな雰囲気は確かにまあありますよね。今日のピッチング見ててもまあ打たれましたけど、使ってみたくなるというかですね、まあ僕らとしてはまあもうちょい見てみたいなっていうふうにまあまあ思うようなですね、そんな感じかな。で、どっちかっていうと中継ぎよりかは先発の方がいいんちゃうかなっていうふうに見てるとですね、思いましたよね。中継ぎはね、どっちかちょっと投げてみな分からんっていう、そんな感じにですね、見えるんですよね。その、いいピッチングするときはね、一回ピシャッと抑えるけども、もうなんか崩れたらですね、何点も取られるみたいな。やっぱ精神的にちょっとその中継ぎ向きじゃないのかもしれないですね。やっぱ中継ぎとか抑えってすごい精神力がね、求められるっていう風に聞いたことありますけど、要するに、1点リードとかでですね、中継ぎ出てきたらですね、自分が打たれたらせっかく今まで頑張ってくれたですね、選手の努力を全部無駄にしてしまうっていうことですから、やっぱりこの気持ちが強くないと務まらないっていうことですよね。で、まあそのね、
そのヒット打たれたり点取られても、切り替えて全くですね同じピッチングが続けられる人とですね、ヒット打たれたりですね点取られたりしたらそこでこう精神的にガタッときてですね急にこう制球乱したりとかですね球威が落ちたりとかそういう風になってくる選手も、いるという感じですけども、まあ、もちろんね先発ローテーション守っているような選手で、ね、西投手とかですね秋山投手青柳投手とかですねこのあたりはもちろん切り替えができるんですよね。1点取られても次を防ぐっていうか、ピッチングができてるんですけども今日見てると斉藤投手なんかちょっとその辺がね、スイスイ行ってる時はね調子乗っていくけどもちょっと何かねこう揺さぶられるとそこで崩れるっていうそういった危うさはまだあるかなと。ってなったらですねその緊迫した場面で出ていく中継ぎですね7回8回の勝ちパターンでこう行くっていうよりかはですね、まあ先発向きなのかなって今日なんか見てると思いましたよね。でまあただですね今日見てるとこのカーブが有効に使えるようになってきてますからこれはちょっとね少しこう希望を持てるかなと。で梅野捕手最近カーブをね結構よく使うようになってきましたね。他のピッチャーもねカーブ持ってる人はカーブをガンガン投げさすっていう感じになってきましたから、なんかカーブの使い方のコツみたいなのを掴んだのかもしれないですね。今日なんか見てても要所要所でカーブがね決まってましたよね、効果的にですね。で相手からしたらカーブが邪魔でねちょっとなかなか打ちづらいみたいなそんな感じですね。で斉藤投手もですねカーブの後にフォークボールっていうですねこういった組み立てができるのでこれが結構ですね有効なのかなっていうふうに、思います。カーブってね緩急つける球種ですからねカーブ投げた後ストレート投げたらですねめちゃくちゃ速く感じるっていうふうにですね、言われますけども相手からしたらカーブを投げてこられてストライク取られたりねファール打たされたりとか空振り取られたらあ次はまっすぐで来るやろなってやっぱ思うそうなんですよね。まあ、緩急つけるということでね。ただ次まっすぐに狙いを絞ってですね、振り遅れないようにってこうね、打っていくと。で、そこにフォークが来たらこれ、バットが止まらずにこう、空振りになるっていうですね。まあ、そういった、パターンですけども、こういう組み立てを最近梅野捕手はですね、ちょこちょこやり出してますから、これがうまくはまればですね、まあ、有効なのかなっていうふうに思います。で、まあ、とはいえですね、やっぱりさっき言ったように、ちょっとね、その点取られたりすると、ちょっとバタバタっとですね、今日もそのスリーラン打たれたね、回ありましたけど、そこまでなんとかね、ランナー出しながらも、0点でしのいでたんですけれども、3回やったかな、その、ヒット打たれてですね、でそこからちょっとね、球が甘く入り出したっていうかですね、で、4番の牧選手に逆転のですね、スリーランホームランを浴びるというところで、ここでですね、まあ、スパッと系統に入るんですよね、系統に入る。で、この系統に入れること自体は賛成なんですよね。その斉藤投手のところに代打、小野寺選手を出して、小野寺選手が、逆転満塁ホームランを打ったんですよね。これで5対3になったんですね。最初、阪神が1点先制をして、でその後に、DeNA が牧選手のスリーランホームランに逆転して、でそのすぐ後に阪神の方がですね、小野寺選手の逆転満塁ホームラン、代打逆転満塁ホームランで5対3にしてですね、これで、4回から馬場投手が上がるんですけど、馬場投手ちょっと今日はね、球が高いというか、ちょっと抜け気味というか、まあ雨の影響もあったのかもしれませんね。その、フォークボールとかスライダーが、まあ持ち球なんですけども、この辺がですね、まあなんか狙ったところに行ってないなっていう感じで、ホームラン打たれて5対4になってですね、で5回、の裏ですね、5回の裏。5回の裏で阪神点取れず5回の裏なんですけど、ここをですね、抑えれば試合成立なんですよね。裏の攻撃のですね、DeNA ですから、5回終了時点で試合成立なんで、DeNA が、DeNA がリードしてたら5回表終わった時点で試合成立なんですけども、DeNA が負けてる状態ですから、5回の裏は阪神が抑えたら試合成立っていうですね、そういったところなんですよね。で、もう今日のですね、天候を見たらもうどう考えても早めにですね、試合を成立させてしまわないといけないし、阪神からしたらなんとかリードを守ってですね、試合を成立させるというのが、まずはですね、急務というかですね、まず真っ先にやらないといけないことのはずなんですけど、ところがですね、今日もですね、馬場投手が、もう全然ね、狙ったところに球行ってなくて、球威もなくてですね、まあ、すっぽ抜けで甘いとこ行って、打たれてですね、で、点取られて、5回の裏に3点取られて逆転されるんですけど、そうなってからやっとですね、系統に入るんですよね。で、渡辺投手が出て、簡単にですね、アウト取って。で、5対7になって、で、そのまま6回途中コールドで、阪神が負けるっていうことですが、なんでですね、逆転されるまで馬場を投げさせるのか、これ全くわかんないですよね。
4回に投げさすとピッチャーが、まあ、馬場を選んだっていうのは、これは別に何の問題もないと思うんですけども、どのピッチャーを投げさせたってですね、調子のいい時もあれば悪い時もあるっていうことですけども、とりあえずでもまずはですね、5回を終わらさないといけないわけですから、ここはですね、馬場があかんなと思ったら他のピッチャー継ぎ込んで、まずここを抑えないとですね、ダメっていうの。これはもう、野球やってる人だったら分かると思うんですよね。5回で成立っていうのは分かるわけですからね。で、5回の裏を抑えて、試合が成立して、その時点で阪神が勝っていれば勝ちの権利があるっていうことですからね。で、その後こうコールドになったら阪神の勝ちだったわけですから、逆転されてから変えたらもう絶対遅いんですよね。だから場合によってはあれ、逆転された瞬間にですね、もうコールドゲームになる可能性があるわけですから。なんとかそこを抑えればですね、抑えれば逆転さえされなければ阪神の負けはないわけですけども、なんで馬場投手が全然ダメなのにあそこまでですね引っ張ったのかですよね。これがもう全くわからない。で冒頭も言いましたように、今日斉藤幸也投手が先発ですから、当然ブルペンはですね準備してるはずなんですよね。そんなに長い、イニングを任せられるですねピッチャーではないしですね、実績もないしですね、経験もないわけですから、当然今日はもうブルペン、がフル回転せないかんということで何人も用意してたはずなんで、馬場はあかんなと思ったらすぐスパッと変えてですね、もう岩崎出してもいいぐらいですよね。岩崎出してるところを抑えると、で、あとはまあ、ですね、なんとかしのぎながら、こう、試合を続けていくというふうにしないとですね、もう、その、雨が強くなってきて、途中で終わるかもしれないわけですから、ここで馬場を引っ張ってですね、あとね、7回、8回に逆転を目指そうっていう試合運びはできないはずなんですよね。それはもう想定できないはずで、まずここを抑えないといけないっていう流れの中で、なんでああいうピッチャーのね、系統がゴテゴテに回るのかがですね、これがもう全くわからないんですよね。ルールを知らんのかとしか言いようがないというかですね、野球のルールを知らんのかという、そんな感じですよね。で、結局ですね、で、今日まあまあ、おそらくですけど、あれね、5回終わった時点で、阪神がですね、勝ってたら、要するに阪神がリードのまま5回裏抑えて、5回終了になってたらですね、おそらくそのまま、コールドにしてたと思うんですよね。結構そのぐらいの雨だったんですね。ただですね、阪神がずっと5回の裏を抑えられず逆転されてしまったから、これ審判の人も悩んだと思うんですね。ここでこうコールドにしたらですね、これはもうその、なんていうんですかね、まあ、見ようによっちゃこれ、横浜にひいきしているようにも見えてしまうわけですよね。とにかくその 5回の裏、阪神が、横浜が逆転するまで試合を引っ張ってですね、で、逆転した瞬間にこうコールドっていう宣言は、これはさすがにですね、できない、ということで、雨すごかったですけど、6回もですね、まあ、半ば無理やりこう、引っ張ったと思うんですよね。で、まあ、6回の表、阪神が点入れられなかったから、まあ、これで、まあ、おあいこだねっていうことで、そこでコールド、6回の裏ですね、攻撃の途中でコールドにしたのかなっていうふうに。で、6回の裏もね、DeNA の方がこう攻めてましたからね、まあ、これでまあまあ、ここでコールドにしても、まあまあ、不公変化はないやろうということで、まあ、そこまで無理やり引っ張って、そこでコールドにしたと思うんですけど、だからもう、今日の試合なんかもう5回で、阪神がリードを守って、勝ってないといけない試合やったんですよね。あれ5回の裏をですね、なんとか抑えたら多分ね、その場でコールド勝ちにおそらくなってたんちゃうかなと思います。審判の方一回ね、引っ込んで協議しましたもんね。これもうこのままコールドにした方がええんちゃうかと、雨も強いしですね、試合続行無理やし、予報もですね、良くなる気配はないし、というね、協議をしたと思うんですけど、おそらくここでコールドの宣言をしたらもう、なんていうんですかね、まあ、阪神ファンがね、もう、なんていうのかな、その、黙ってないやろっていうことで、せめて6回の表の攻撃はですね、せない、いかんということで、無理やり引っ張ったと思うんですよね。もう、この辺も、もう、試合運びがもう、阪神の方はもう、グダグダになってきてしまってるという、そんな感じですね。だから今日はもう、天候に負けたとかね、天に見放されたっていう感じではなくて、まあ、今日もですね、負けるべくして負けた試合ですよね。雨のことも織り込んできっちりとですね、系統とか試合展開をですね、試合運びをやってたら今日は間違いなく勝ってた試合だったというふうに思うんですけどね。だから結局今日のですね、小野寺選手のですね、こう逆転満塁ホームランも無駄になるしですね、斉藤幸也投手プロ入り初ヒットも放ちましたけども、そういうのももう全部こうね、全部がその負けてしまったことによってですね、喜びが半減してしまうということで、まあ乗っていけないですよね。せっかくメモリアル的なものがいろいろこう、ね、出てきたのに、それが全部こうね、そのまま買ってですね、よかったよかったで次の日に勢いをつなぎたいところがですね、このしょうもない試合運びで負けてしまったがために、そんなもう全部喜びも半減してチームも勢いがねつかなくなってきてしまうっていう、今もそこも完全にそういう状況ですよね。
もうちょっとね、重症かなっていうふうに思います。はい。で、まあ、このね、まあ、打線の方はですね、ちょっと今日組み替えてきましてですね、打順を。で、まあ、ようやくですね、まあ、多くの阪神ファンの人が、まあ、完璧 100% 賛成じゃないけども、まあ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 、大体まあ、こんな感じでええんちゃうかっていうような打順になってきたかなっていうふうに思います。今日はね、1番近本に戻しましたね。近本選手1番に戻して、で2番今日はですね、セカンドで熊谷選手をですね、使ってきました。相手が左の坂本投手ということもあって、今日はね、右の野手を、何人か使ってきましたけれども、セカンドで、熊谷選手ですね。で、3番に、今日はライトで佐藤選手、4番にファースト大山選手ですね、こういう形でやってきましてですね、で5番糸井選手、6番にですね今日は山本選手を使ってきまして、で、あ、違う違う、6番に中野選手か、6番に中野選手ですね、7番に山本選手、8番キャッチャー梅野っていうですね、こういった形だったんですけれども、まあね、その、どうかな、右のね、野手ね、その山本とかね、熊谷、どんな感じかなと思いましたけど、今日はね、ヒットを打ってですね、まあまあ、気迫を見せてくれたかなというふうに思います。起用に応えるというかですね、なんとかしたろうという気持ちは、まあもちろんプロですからね、結果で出すしかないわけで、そういうのはね、熊谷選手も山本選手も今日はね、見えたかなと。そういう、そういう意味でいくと、打順の組み替えは今日はひとまずはね、まあ良かったんかなというふうに思います。でまあ、ある程度ですね、収まりのいい打順にね、収まったかなっていう感じですしね。近本選手もね、1番の方がやっぱり伸び伸びとね、今日もね、最初の打席、初球打ってね、凡退しましたけどもね、3番にいるときは初球手出してなかったですもんね。やっぱり1番にいると、ああやってね、積極的に初球からガンガン振っていけるっていう、まあ本来の近本選手のですね、バッティングに戻ってるかなっていうふうに思いますから、まあまあ良かったかなというふうに思います。で、熊谷選手はですね、右打ち右打ちでね、今日は右にヒット1本打って、その後右の方にですね、犠牲フライで打点1ということで、まあ十分かなという感じですね。で、出塁したら足も使えるし、守備はまあ普通にできるしということで、今日みたいなバッティングをですね、続けていくようだったら、まあセカンドのですね、レギュラー争いに名乗りを上げてくるんじゃないかなっていう感じですよね。まあもちろんね、難しいんですよね。その、使い続けてね、ずっと結果出し続けるっていうのは難しいわけでね。今日はまあ、試しに使ってみたらたまたま結果出たっていう、まあ今日はね、その程度なんですけども、これを続けていけばですね、レギュラー争いに名前をね、上げてくるんじゃないかなっていうふうに思います。ちょっとバッティングの方は一軍レベルではきついかなと思ってましたけども、今日見てるとですね、坂本選手の速いですね、坂本投手の速い球をですね、ストレートを右に見事打ったりですね、まあそういったところで、まあ今バッティングの調子がいいのかもしれませんけれども、ちょっとまあ成長に期待かなっていう、まあ言うてももう24号とかね、そういう年ですから、まあいつまでも若手って言ってられませんのでね、まあそろそろ結果出さないと居場所なくなるっていうことですから、まあ熊谷選手あたりももう崖っぷちに入ってきてるのかなっていうところで、まあ今日はね、いい仕事をしたかなっていうふうに思います。まあ今日はね、3番4番がちょっとね、いまいちっていうところで、やっぱね、どうしてもこうチャンスで、ここね、一本出ないっていう、そんな感じですから、ちょっとそれがね、しんどいな。特にね、その、先制した場面ですね、斎藤幸也投手がですね、プロ入り初ヒット、ツーベースヒットを打ってですね、出塁をしまして。で、1番の近本選手がですね、1、2塁間を破って、ノーアウト1、3塁の形になるんですね。で、ここで先言った熊谷選手が、犠牲フライをですね、打つんですね。これも見事ですよね。右方向にですね、結構深いところまで飛ばしましたから、まあパワーもあるんでしょうね。右方向に、犠牲フライを打って、で、サードランナーのですね、ピッチャーの斎藤投手が、帰ってきてですね。で、これで1点先制するんですけど、問題はこっからですよね。こっから、全くですね、3番、4番がですね、こう、チャンスを広げられずというかですね、ここでもう1点、2点取っておかないといけないし、それを取るためのですね、攻撃をしていかないといけないんですけども、こっからがね、ちょっとね、その、例えば近本選手が走ればいいわけですよね。1、3塁から犠牲フライで1点取って、なおワンアウトファーストですから、これはですね、仕掛けやすい、状況ですよね。先制点取ってますから、別にこれアウトになったってですね、そんなに傷深くないわけですから、こういうところはもうその、アウトになってもいいからですね、仕掛けていくという姿勢をまず示すことが大事ですよね。相手からしたらそれで、走ってくるんちゃうかっていうですね、
まあ、警戒をして、集中力が散漫になるということね、効果が期待されますからですね。だこの1点取って、なおワンアウト1塁の場面で何もしないっていうのがですね、これがちょっと今日のですね、まあ、不満なポイントの一つ目ですよね。せめて盗塁を、アウトになってもいいから盗塁を仕掛けるとかですね、エンドラン仕掛けるとかですね、まあそういったのが、欲しいなっていうのと、それからあと3番、4番のですね、佐藤選手と大山選手のバッティングが、ちょっと物足りないなっていう、そんな感じですよね。特にね、大山選手、今日はね、左の坂本投手ということですから、右のですね、バッターがきっちり打つということが今日のね、一つポイントになるはずなんですね。で、右の野手はみんなね、今日は、軒並み結果出してますよね。熊谷選手もね、それから山本選手もヒット打ちましたし、代打の小野寺選手もホームラン打ちましたんで、大山選手がここで、仕事をしないとですね、やっぱなかなかね、打線がつながらないのかなという感じですね。まあその、まあ見てると今日の打順に変わって、まあそれぞれが、まあやりやすいような感じでやってますから、まあ流れは良くなってくるのかなという気はしますけど、まだちょっとね、今日はその辺が、うまくスムーズに流れなかったなっていう、そんな感じですね。はい。で、まあ、これで1点先制したんですけども、すぐにですね、牧選手に、これ逆方向にですね、スリーランホームランを浴びるということで、これもね、その、ちょっと投げた球が甘かった。かなっていう、そんな感じなんですけど、やっぱ斉藤投手はそのいい球はいいんだけども、やっぱりだんだん甘い球が増えてくるんですよね。最初初回なんかはいい球の割合が多かったんだけど、やっぱ回を重ねるごとに、まあ最初から飛ばしていったんでしょうね、ガンガン飛ばしていったからだと思うんですけど、回を重ねるごとに甘い球の割合が増えてくるということで、やっぱその辺はね、一流のバッターは見逃してくれないっていう感じですよね。はい。で、これで今日もあかんかなと思ったんですけども、阪神の方はですね、満塁のチャンスを作って、で、代打、小野寺選手をこう使ってくるということですよね。で、小野寺選手ね、2軍では活躍するけど、1軍レベルではちょっときついかなと思ってたんですよね。で、今日見ててもですね、坂本投手に簡単に2ストライク追い込まれるんですよね。で、外角を2つですね、2球で簡単に追い込まれて、あ、これはもうあかんなと。せめてバットに当たって犠牲フライぐらい打ってくれへんかなっていうふうに思ってたんですけども、坂本投手のですね、3球目がですね、まっすぐなんですけど、それまでのは変化球だったと思うんですね。外角の変化球で2球ストライク取って、で、3球目まっすぐを投げたんですけども、それが、なんか引っかかってど真ん中に来てですね、で、まあ、そこに、まあ、たまたま、まあ、振ったバットが当たったみたいな感じで、もうジャストミートで、特大のですね、まあ、逆転満塁ホームランになったっていう、そんな感じですね。まあ、今日の、ホームランはもちろんね、この、あれで乗っていってほしいんですけども、きっかけにしていってほしいんですけれども、まあ、まだね、今日も完全に相手の失投だし、なんか出会い頭の、なんか衝突事故みたいな感じもしなくもないので、これでね、まあ、次が大事ですよね。次またね、今日のホームランを受けてですね、また次いいところで使われると思うんですけども、そこでどういう結果を出すかによって、これね、小野寺選手も一軍のレギュラー争いに名前をこう上げるかどうかっていうですね、そういった感じですよね。はい。まあ、だから今日使われた選手はね、みんな、軒並みこうね、チャンスをこう、ものにしたっていう感じですから、問題はやっぱり今日に関しては3番4番。だからね、最近見てると、どっかが良くなったらどっかが悪くなるんですよね。先発ピッチャーが頑張ったら中継ぎが打たれて負けるとかですね。先発ピッチャーが頑張ってたら打つ方が全然ダメで点取れないとかですね。で、今日みたいにたまたま打つ方がね、点いっぱい取ったら今度はピッチャーが崩れて逆転負けしてしまうとかですね。どれかが良くなったらどれかが悪くなるみたいな、そんな感じなんですよね。今日も打順は戻したけども、なんか系統でゴテゴテになったとかですね。采配の方も、これもう全部きっちりやってくれよと思うんですけど、一個ちゃんとやったらどっかがまたミスが出るみたいなですね。そんな感じなんですよね。で、まあ、今日も見てても、なんかもうね、戦う集団に見えない感じになってきてますよね。なんかもう、本当にもう個人成績のためだけにこう、野球やってるような感じに、早くもですね、阪神ベンチがなってきてしまってるような、そんな感じに見えますよね。だからチームが負けてもあまり悔しそうじゃないしですね。自分が打てなかったら悔しいのはもちろんそうですけども、チームの勝ち負けはもうどうでもいいわっていう、そんな感じにすら見えてますから、ちょっとこれはまずいです。もうずっと言ってますけどね、毎日のように言ってますけども。もう、とにかく勝つんだっていう姿勢をですね、監督が示さないと。今日も、その、馬場がもう点取られたらもう即変えるぐらいのですね、そのぐらいのこうね、
なんていうんですかね、こうメッセージを出していかないとダメですよね。もう近本選手走らないんだったら走れのサイン出さないとダメですよね。もうバッターに待てのサイン出して、ファーストランナーに走れのサインを出して、ガン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 走らさないと、もう何かしら試合を動かしていかないとですね、どうしようもないですよね。最近まあね、ちょっとね、盗塁をしようかっていう意識がですね、少し増えてきたかなと思うんですけど、これも何もかもですね、やっぱりレギュラーで出てる選手ですよね。だから近本、中野がガンガン走らないとダメですよね。ダイソーで出てきた選手がちょこちょこ走ったってあんまりね、効果ないですよ。レギュラーで出てる選手がガンガン走り出したら、相手からしたらちょっとね、プレッシャーを感じると思うんですよね。だからもうとにかく近本、中野はとにかく出塁をしてガンガン走るということですよね。で、それからもう佐藤と大山はとにかくもう打って結果を出すと、もうそれしかないわけですからね。もうチャンスで打つという、もうそれしかないですよね。今もう阪神は得点打率がもう極端に低いわけですから、まあそのうち上がってくると思いますけども、その辺のもう気持ちの持ちようもね、ちょっとね、何かしらこう変えていかないといけないのかなというふうに思います。まあでもチャンスの時のね、ボールの待ち方を変えるとかですね、アプローチを少し変えてみるとか、何かしら変えていかないと、このままずる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 負けばっかり重ねていったでですね、これも阪神ファン当然納得できないわけですからね。ちょっとそのあたりはね、なんとかしてほしいなっていう、そんな感じですよね。ただ今日も勝ててた試合を落としたっていう感じですからね。本当に勝つ気あんのかって思われてもしょうがないような、そんなもう試合がもう日々続いてますね。はい。ということでですね、まあ今日はこのあたりにしたいというふうに思います。もう明日からですね、気持ち入れ替えて頑張ってもらうことをもう期待するしかないですよね。はい。ということで、明日またですね、試合の後にお話ししたいと思いますので、また明日よろしくお願いします。最後までお話聞いていただきまして、ありがとうございました。さよなら。